今日はもう大一番でございますね、ヨッピー。ちょっと、いいかな。ちょっともう、サードユニを着て、まあ、そうよな。人間とは何ぞや。あれ？人生とは何ぞや。なんだなんだ。それは、はい、もう天ハウが教えてくれる。なるほどね。あの、もう戦術とか、もう関係ないと思う、はい。もう人間力の勝負になってる。はい、なるほど。うん。もう根本は人。うん。もうどんだけ、はい。カジマのクソ力で。なるほどね。手が耐えられるか。どれだけピンチの状態でも、うん。挽回できるか、うん、それを今日、天白が教えてくれると、うん。もう落ちてるかもしれない。はい。ただもう分かんないから。何もか分かんない状態で、今求められるのは天白の、人力。ヒューマンパワー。ヒューマンパワー。ということです。今日のメンツ見たかよ。もうすごいですよ。もう割り切ってんだろ、絶対。もう、いいね。逆にすがすがしいね、うん。最初っからやってくれよな。レガシーユナイテッド レガシーセンターバックで挑みますマジで。で両サイドにはもう、はい、ラッシュとガルナチュっていうもうスピードを生かした、そうなんですね。もうやることは一つ、もう守って、うん、カウンターこれよ。余計なビルドアップなんかいらねえ。そう、味付けなんかいらねえんだよな。そう、今日もカレーで勝とう。カレー。もうのれんを下ろしてもらうから、蕎麦屋の。もう蕎麦屋は下ろしてもらう、うん。カレー屋になってもらおう、今日。蕎麦屋のカレーがうまいんだから。そう。カレー屋で行くしかねえんだ。逆に意外とココイチとかも入りそうかもしれない。ライバルがね。そう。もともと蕎麦屋で始めてるかもしんないからね。うん。うん、ケンズの302試合スーパーチャーでございます。勝っても負けても解任されるかもみたいな状況で、マグエバ使うテンさんすごい。うん、マグアヤさん、送別ゴール頼むと。送別ゴール。送別ゴール何言ってんすか、うん、救うんだろ。てか、あの、ガチで負けたら15位とかでしょ、うん、マジでそんな。マジでもやばいからね、これ。もう本当にやばい。うん。だから、別にもう解任とか、新監督とか、一旦どうでもいい。いや、もう、うん、勝つことがその、そう。特効薬なんだから、そう。それが天ハグ、今後天ハグだろうが、うん、天ハグじゃなかろうが、うん、もう一試合一試合は絶対勝たないと。そうだね。うん、勝ち点3の方が重要。そりゃそりゃそりゃ。今現在、アストンビラは13で第5位でございます。暫定でございますけれども。うん、強えな。強えな。さすがにちゃんと上にいますけれども。オジェスの猫の320です。チュース最後かもしれないんだから、お前の本気を見せてくれ。ピーラぶっ倒すぞと。おーし。まあまあまあ。最後にはさせない。相性がいい。そうですよ。6戦戦って5勝してるチームでもないから。まあ、ホイルンドはね。うん。初ゴールかな、確か。はいはいはい。ビラ戦だったよな。そうだ。ついに生まれた初ゴール。うん。バイエルンに勝ったチームバーサス、ポルトに苦戦してなんとか引き分けたチーム。今日はビラパーク。終わった。何言って、それはな、アーサルにも刺さるぜ。アーサルにも刺さる。ポルトは強いから。ポルト強かった。そう。ポルトより強いチームなんてこの世にないでしょ。ないよ。ないよ。あの時は。うん。あのオモロディオンより上のセンターフォードなんかいないんだから。クソ怖えだろ、あいつ。あいつはマジで化け物だから。うん。ヨッピには悪いが、今日俺はフットボールを見たいんじゃない。エンターテインメントを見たいんだ。頼むぞ、ビラと。ああ、ビラ側ね。なるほどね。もうビラ側と。そしてどうですかね、テンハグユナイテッド。まあ、タサポからどう見るかみたいなところもありますか、伊藤さん。どうですか今日、はい。でも、もう、戦術とかじゃなくて、うん、人間力聞いたやったんだって。あんまこのくだりかぶることないんだって。最初から言ってんなと思って。そうですね。変な言葉聞こえてきた。変なことない。いきなり何言ってんだろうと思って。逆境ユナイテッド対強豪の時で大体勝ってるイメージあるの俺だけ。ああ。いや、そうだよね。だとしたら先週スパーズに勝ってんだろ。おい。いや、あれまだ逆境ではなかった。あれ逆境じゃなくて。いや、ほぼ逆境みたいな。崖か崖、まだ。今、うん、ちょ、救いの手が。もうぶら下がってる、さすがに。手で。片腕で。片腕。指2本。指2本。でまだ1本あるまだこれ負けてもまだ1本。まだ1本ある。まだ1本ある。まだ、でもまだ残ってるってことは、まだ崖っぷち続いてるってことだね。今日勝って、証明する、うん。応援しないってことは、俺のポリシーに反するからね。
そうだね。なるほど。それはそう。うん。負けを望むなんて、サポーターとしてはあってはならない。そうだよ。で、勝って外にすりゃいいだろ。あら。あら。いや、嘘嘘。その一言でね、流れ変わってきますよ。これはもう OGS 期の時にしか言ってないから、ほら。勝って買いに。伝説の勝って買いに。フォルトにはオモロディオン、ビラーにはデュランがいる。ユナイテッドには誰がいると。誰がいる？マグワイアがいるだろうが。マグワイアです。本当に。舐めんじゃねえぞ。ブリテンの壁。ウォールオブブリテン。この野郎、本当によ。ふざけんなよ、マジで。舐めんじゃねえ。マグワイアにも勝てないようじゃ二流も三流もそう変わんないよね。うん、超えてみなっていう。超えてみなっていう。本当に。さあ、ビラパークでございます。ミッドウィークでバイエルンを倒して、もう今雰囲気もう、ギュンギュンですよ。ビラパーク史上最も雰囲気があるかもしれない、今。すっげえ声出てたらしいよ。そう、バイエルン戦やばかったらしい。張り裂けるほど。ビラバーク史上、バークしてた。危ねえ。危ねえ、危ねえ。危ねえ、危ねえ。危ねえ、危ねえ。バークしてこうぜ。バークしてたよ、マジで。はい。まあそうですね、裏でチェルシーでノッティンガムフォレストやってます。一応我々は2モニターやってます。はい。なのでチェルシーでフォレストもね、まあチラチラ見るつもりではございますけれども、さすがに今日はちょっとマンチェスターユナイテッドから目が離せないということで、メインはユナイテッドになります。はい。よろしくお願いします、それは。はい。よろしくお願いします。あ、いやいやいや。あ、まずい。いや、エリクセン頑張ってくれ。ここ、エリクセン頑張ってくれ。もう、ここ逆に。おーらーやっぱり、イニシエの盾がもう、すげえわ、イージスの盾がもう。イージス、レガシーイージスが。ゼロラーゼアーチ舐めんじゃねえぞと。知ってっかよ、お前らよ。あの、ロシア遠征知ってる男だよ。エヴァオジェーン、嘘だー。え、待って、これ、誰かいる？いるよ、いっぱいいる、いっぱいいる。リサンドブランですか？センターバック。デリフトが。デリフト行くか。いや、いや、大丈夫か、エヴァオジェーン。いや、立った。俺は立ち上がるぞ。ただ一応リサマルがアップしますね。あ、シェルス・メランドさん200円攻めてます。実はマグワイアがユナイテッドのラストピースだったって、りょうさん3年連続で言ってる気がする。すなわち、マグワイアが3年連続干されてる。干されてはね。お、何？あ、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 いやー、これ、いやー、もうエヴァンスがすごい。エヴァンスがおじゃ、HP を削りながら戦ってる。去年から削ってんだよな。すげえ、かっけえよ、エヴァおじ。ごめんな、あと、もっと、多分数年。あと2年はすぐでも、まじ、歳が歳なだけに、ほんと、選手生命を削りながらの、ゲームの、命の、灯火を感じる。ガイ先生みたいな。そう。もう、第7問ぐらいまで。空いてるもん。空いてる。お、エヴァンスおじいちゃん、もう頑張らなくていいんだよって言いたいけど、もうちょっとだけ頑張っての。うん、頑張ってもらいます。うん、そして、お、ラッシュのクロスはいいぞ。いや、こぼれ、こぼれ。あ、うまい。はい。いや、大丈夫。カウンターだ。戻れ戻れ、二人がいる。エヴァ押しで、どっしり構えてるんだ。さあ、端で受け取った。いや、詰め方か、うまい、うわいや、上がってる、上がってる、いけ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 、エヴァ押し、エヴァンスいける、バカー、ホイルンド、エヴァンス、生かしてくれよ。ちょうどいねんだから、エヴァンス、今。ほんとよ。周りの詰め方絶妙すぎんだよな。帰ってきた、帰ってきた。おぉ、スエヴァンス劇場じゃねえかよ、マジで。いや、たまらんな、これ。いや、すごい、極上の守備だったよ、今。やっぱ、フットボールって35歳からかもしれないね、これね。学んだ方がいいぞ、みんな。ね。ワトキンス、完封したよ、今。いや、この 2CB が今季の結論破かもしれないよ、マジで。ハグエヴァが。やばすぎだってって。いや、マジでこんなキーマンになるとは、マグヤもエヴァンスも今日頑張ってますよ、マジで。うん。去年と一緒。去年と一緒だよ。ピンで転生だからね。なるほどね。二周目かも。二周目、二周目。やっぱマグヤ、エヴァンスのちょっとラインがやっぱ、うん、やっぱ低いな。低いからこそ。うん。ハイラインじゃないからこそ、あの、なんかね、逆にピンチのシーンがあんまない。そう、あんまりない。やっぱ防げてる。じゃあ、それ低いからこそ、マイナスガラ空きになりませんか？大丈夫ですか？真ん中、はい、あ、そう、バイタルのとこね。そう。そこちょっとちょいちょいあるよね。うん。エリクセンとかメイヌがめちゃくちゃ戻ってる場面。
で、中央いなくて、奥の方にマグワイアとエヴァンスがいるっていう空き状態なんですけど、やっぱりエヴァンスの詰め方でカバーしてるよね。あそこもう、匠の技で。だからそう、ディレイさせて、もう、みんなが戻ってくるの待つしかない。なるほどね。あれ？え？ちょっと待ってくれ！ん？マグ、いや、接触ないな、これ。釣ったか。釣った釣ったで済む。もうソックスが。ん？なんか、釣っただけだったらいいんですけどね。さっきの無理よ、これ。うわ。おー、すげえな。いやー、これやばいかもな。やべえな、これ。足引きずってるもんな。左の太も、なんだ？めちゃめちゃビリビリじゃん。もう。で、やばい、もうこれすぐ入るのか。ティリフト行くしかねえか、もう。マグアイアー。マグワイアの分も繋がなきゃいけないな。いやでもマグワイア。だとりあえず前半終わるからもう一旦切るんじゃない？まあ。うん、あ終わりましたね。うわーちょっと心配だな、マグワイア。鉄人なんだけどな、マグワイアは。確かに気がするとこマジであんま見ねえ。うん、さあ、まさか、両チームともに0対0で、そう前半終えました。動きそうな雰囲気はな、どっちの試合も、あったけど。うん、これは、おいでよカチカチの森ですね。チェルシーは引いてくる相手にどうなるか、やっぱ課題です。引いてくる相手に対しての明確な、やつなんてないからって俺は何度も言ってるけどね。日による。もう本当に、それがサッカーだと。ミドルがあっさり入ったら、そう。もう勝ってる時もあるし。もうどんな一流チームでもね、もう引かれたらもう運ゲー始まるから。うん。もうマジこんなんもう無理よ。もう、逆に言うとそこの領域はもう俺割り切っていいと思う。うん。もうだい気にするなと。シーテルならセットプレー。ああ、うん、まあそうね。うん、そう。セットプレーと、ミドルで全てを救うのは。そう、セットプレーとゴラッソ力しかが求められるっていうね。振り切れてなくなった。おーマドゥーケカットインから決めてったうまん今のはうまいちょっとマイナスに入りながらのコントロールショットでしたね。しかもちょうど間抜けて。ねえスル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 ーって言ったね。ノニです。ノニの逃げながらの。さあ、そっちの会場は1対1と大盛り上がり。こっちも盛り上げようぜ。うわーこれは見事。なんか、また抜けてったまたかなんか抜けてったかな。うん。好調マドゥエケ。そんなでもねえのか。なんかちょうど間スル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 抜けてったよね。あ、なんかすごいとこ。3人の間。うん。ワン、ツー、スリーを抜けて。さあ、57分、そして53分。まだまだ終わらないぞと。ちょっとお手洗いいってきます、このタイミングで。はい。これパーマー5アシストとかですか？ああ、今アシストになったか。マドゥエケも4ゴールぐらい？マドゥエケが4で3ぐらいかな？いや、3、1回ハットトリックしてたんで、フォレスト戦で。ああ、4か5か。4学校ぐらい。うん、すげえな。ちょっと、ユナイテッドのサイドも。サイドも。取ろうよあ、お。ガラジョとガラジョトラップして。トラップして。収めろ。収めて。ファーゲットいい。これデリフト弾来るぞ。いや、直でしょう。直か。いや、これ直か。直でしょうが。うわあ！うわあ！いやでもいいシュートだったな今。うん本当に直撃だ隅っこも隅っこだったか今。いやコースだったなー。バーだー。フェルナンジー。フルのフェルナンジーいいとこだったけどねーもうコースはもうほぼ完璧。気持ちだ気持ちよかったけどねー。いやでもこういう流れ来るよこういうのは。こっからっすよ70分。まあ、勝負よ。勝負の時よ。お、えお、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 あれウォードプラザさんこれ、あれあれやったあ、これ出そうだぞ。真っ赤な、お、い、いや、あ、イエローか。イエローですんだから。うん。ええ、あ、もともともらってたのあもともともらってたんだ。だいぶ抱えてたもんだって、今ね。え、もう、だから、決死の。うん。すべてを悟って。まあ、自分のミスからこれだもんね。もう行くしかない
あらーまあ。って。いや、体を張って守ったよ。いや、そうね。一点物だったから。これは。これ体重でも、引き分けたら、引き分けたら、この、オートプラウズは、まだ抜くわれるか。ブレイブアウトだね。ブレイブ勇気を持った。勇気を持った。これで負けたら何も残らないけど、勝ち点得たら。いや、そうや。ね。あそこ通ったら、結構きつかったもんな。うん。こっちもやばい位置でもらってんだよな。そうなんだよな。うんうん。いいスアレス方式よ、俺が。南アフリカワールドカップのスアレス方式。いや、もうあれは、そう、すべてを。ブレイ、ブレイブファールがあるから。うわぁ。うわぁ。おいうわぁ、大丈夫か、うわ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 。マレスカ狙撃された、あぁ、これはやばい。マレスカじゃない。無道理か。え、なんだなんだ、あぁ。すごいっす。あ、そして。あ、すごい。すごいすごい。うわ、祭りだ祭りだ、ブリッジが祭りだ、こんなラント久々見たかも。すごい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 。縫うのに。今縫うのか。そう。カード何人出るのかという。バチバチやってんな。バチバチやってます。結構痛そうだと思うな、あれだ。え、縫うのにやって、ラントになってんの、ラントやってんじゃない、うぃー。うん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 。シアーリンデロフ、おお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 おマジやられたかと思った、危ねえ。生きてるよ。生きてるよ。いや、全然この試合手入んないで。すごい硬いよ。ね。よっ、よっ、ピンチはチャンスだ、おおおおおおおイエスイエスイエス、あーああと一歩なんだけどな。もったいないよ。まあでも、うわーこれは、うわー、キャッシュうまかったね。コース切り方うまかったけどね。サピエドロネット、おう。ああ。いやでもおもろいよ、なんか。0対0と1対1のテンション感じゃないよ、これ。あったまってきてる、うん、確実に。灯ったぜ。灯った、はい、来ました、灯りました、皆さん。前回で灯ったって言ってからマグヤのゴールで、ああ、そうだ、あれだから、さあ皆さん灯りました、活目せよ、灯ったぞ、やめへんでーと、テンハグはユナイテッドやめへんでー、いや、まだあるぞ、まだあるよ、まだあるよ、まだある、うん、さあユナサポ起きろ、今灯ったぞこのチームは、ピカーンとよさあ灯れ、光を発見。デリフト、あデリフトか、エヴァンスか。今日の青沢地高校。もうお前しかいないと思う。これお互いほとんど同じ時間に終わるかもしれないね、これね。確かにな、うん、お、お。あ、終わりましたね。あー、まあまあ、負けなかったことだけは。そうだな。確かに。テンハグもこの表情。まあ、これテンハグが何を思うかやね。怖い。怖い。いや、灯ったわ。何を思うか。さあ、ただこれは首の皮一枚繋がったのか、デンハグ。まあ。うん。頑張ったんじゃないですか。エヴァンスは頑張った。いや、マジで魔法使っちゃエヴァンスだろ、これ。うん。うん。